さあ、それではこれから命令文が始まります。まず命令文の基本を押さえておきましょう。 A の文 Study hard。 この文で使われる動詞は原形だというわけですね。そして主語がありません。主語なしで原形から始まるこの形は Study hard、 一生懸命勉強する。この述語の塊を相手にぶつけるような感触を持っています。相手に Study hard、 ガツンとぶつけるというわけですね。あるいは B 動詞が使われる文の場合には B 動詞の原形 B が文頭にきます。 Be quiet、 静かにするという述語の内容を相手にぶつけるというわけですね。この文の持つ情け容赦のないこの感触、これはこの文が目上の者が目下に、あるいは大人が子供相手に言う状況で用いられがちです。ただ以下の CD にあるように、相手にとって好ましい時には特にですね、そうしたきつさ、失礼さというのは感じられないことにも注意しておきましょう。これが命令文の基本です。